いや、よっちんこうミキミキ出てきてるわけよ、まあ、人気者になっていくし、小学校1年間を知ってるから、うん、中学の時はだからしんどい思いもかなりしてたんだよ、うん、3年周期を考えるなんて、うん、やっぱり中学でもしんどかったけど、この3年間何やったんだろう、うん、例えば次の3年間変えてるし、うん、なんか3年ごとなんかストーリーあるよ。高本康夫を作っていくとしたら、絶対中学の時も必要なわけや。入った瞬間にこれはダメだと、明らかにレベルが違う監督に言われたの。ポジションを見つけようと、うん、これがもうお笑いに生きていくしかないな。絵とか描いてるから、もう親父とお母さん、親父は才能があるとか、おそこで吸い込まれてるやん。実は大学4年行くのが住吉やったら当たり前やった中にくっついた高3の時に進路の話に、いつも遊んどったらマージャンとかやってたのに建築家になりたい。俺もうそれで唖然として、うん、追い込まれたことにめっちゃ気づいたよ。やばってなったよ。みんなめっちゃ鎧とかをカチャカチャはめ出してるのに、うん、パンツ一丁で俺だけ裸やん。ここで作ってるイラストのお父さんの仕事手伝おうかってことだ。あの時にあの一言がなかったら入ってない。夢は何ですかっていう呪いのキーワードがこれから皆さんに浴びせかけられます。こんなもん呪いでしかないから、うん、それって教育者からしたら、カモさんもそう言わんといてください。だからその先生が好きな答え言わへんと分かんない。夢がないことを恥ずかしいっていう教育がやめてまえんし、今若い子がそんな感じやったかで、いや夢は決めなあかんとか勇気も全くない。やっちんってそういうところで分析できてるよね。ちょっとこうデータ化じゃないけど、3年3年見てたから1年だけちょっとそこ行くかって。でも絵の才能は絶対分かってたと思うのよ。そうやな。だからデザインしてほしいっていう気持ちもあったけど、だ俺もだ、でもそれな、俺子供と仕事したいねんけど、うん、一緒に社長をやらせて。初めて聞いた、やっちんが。だって自分の子供と仕事できて飲みに行けたら楽しいな、終わってから。だってやっちんどっちか言ったら自分の子供のルール決めつけるのがすごく嫌がるやん、うん、だって自由にさせてあげたいっていう根本的なもんがあるから、うん、お父さんと働きたいって言ってほしいねんけど、言わすの無理やん、うん、無理やな、無理やな。でも言ってくれへんかったらめっちゃ振られた気分すると思う。うわー、なるほどな。俺は娘やからちょっとまた違う感情になんねんけど、うん、2人同じ子供ってあれやけど、うん、親父と一緒にそっか働きたいって言われたら、ま、やっぱ待ってる。やっぱ、ま、まっすぐ言ってほしい。嬉しい。一緒に仕事したいもん。そうやんな、好きやし、おもろいし、2人ともね、うん、言いたいことやっぱ、言い合える環境やし、娘さん2人が、うん、お父さん私ら姉妹で漫才師になるって言うとどうする？とりあえず一回妬みしてくれて、うん、自分よりおもろかったらどうする？行こうか、うん、俺は絶対止めへん。やっぱ止めへん。止めへん。止めへん。止めたい気持ちもなん全くない。ない？ない。奥さん止めるやろ。え、もう必死になって止める。こんなアホなるでっていう直の営業とか行かされんねんね、自分とかみたいな。便所で着替えさせられるし、芸人なんかされて、いやもう辛いな、うん、なあ。でも俺もなりたい言うねんって、もしゃあない思うもん。安友さんみたいになってねって思うもん。そうやな、うん、うん、お父さん生きてるしな。そうやね、だから、うん、その人を喜ばしたい人になってほしいと思うのよ、うん、俺は間接的でもいいから、うんうんうん、子供によく俺も学校で中学とかいろんなとこ行くねんけど、うん、それなんで生きてるんですかみたいなこと言われるの。あ、売れてもないのに何を目標として生きてますのみたいな空気で言われる時があんねんけど、うん、その中学生とかに言うのは別にテレビとかそんなんじゃなくて、 YouTube がまだない時代ね、うん、なくても舞台芸人っていうのもあったり、そういうのもいろいろあったりするんよっていうのを言うてたんよ、うんうん、で今はっきり YouTube って分かったよ、うん、コロナの困難言うとあれやけど、うん、で舞台がみんな仕事飛んでしまったら、うん、得意分野を何するかで YouTube の方にコンテンツとして向けていったやん、うん、だからないとか、そういう部分で言ったら可能性は閉ざすのはちょっと違うねんな。そうやな、うん、だから俺な、今娘さん何歳とか。5年生と 2年生。5年生と2年生まださっき。でも5年生になったら10代入ってるから、うん、もうやっぱ賢くなるスピードが早い。もうむっちゃ早い。もうなりたい夢語ってたもん。2分の1成人式っていうのを見に行った時に、うんうんうん、私の将来の夢はってデザイナーになることですって言って、うんうんうん、人を喜ばしたいんですって言って、自分が作ったもので人が喜んでくれるそういうのを見るのが好きなんですって言った時に、自分どこで覚えたんその言葉って言った時に、うんうん、なんかやっぱリゲッタ見てねて、その YouTube 見てって
実は俺の YouTube 見てた。嘘知らんかったんよ。俺娘の携帯とか絶対見ひんねんけど、下の娘が言ってきたんよ。姉ちゃん見てるで YouTube、 リゲッタの見てるで。マジで、うん、でも俺はそこは絶対触れたらあかんから、うん、知らん知らん無理してる。だから俺は今こうやって撮りながら、これもまた見てくれるんやなっていうのとかもあるから、うん、ああ嬉しいなって。今日もだから、あの感じで行くのみたいな、今日はあれしょうゆく持っていけへんのみたいな感じが、もう物語が向こうに分かるから。しょうゆくなんか最初に投げせばいいから全然使ってない。いや全部見よ、めちゃめちゃ持っていってる。最初だけやんけ、しょうゆく持っとったの。あの再生回数の中に娘何回か見てるから。あマジで見てる。だからそういうのも幅があって、さっきの先生じゃないけどさ、家賃が出たさ、夢は別に決めなくてもいいし、うん、呪いのキーワードとかあるやん、うん、こうとか、うん、いや素晴らしいなと思うわ。あれは中学の生徒はすごいはって言うかもなくて、うん、夢なくてもええでみたいなけど、先生はちょっと怒ってたな。そうやね、やっぱり、やっぱり大人が言うとあかん言葉みたいなあるんじゃない。そうやな。でもそうやろ。そうやね、ほんまに知りたかったらもう自分で調べたら。俺だってこの前だから帰りたい家に言ってたよ、小4からお笑い、うん、で、あれちょっと腹立ったもん俺。こいつ何後付けでカッコつけてんの。ほんまやもん。だってあのロボットのやつとかやってる時とかだってもうどっちかしかなかったと思う。だって中学入る高校行くのも、うん、もうずっとお笑い行きたかったから。あだからそれはその覚悟がなくて、あの小学校の時は漫画家になりたかった、うん、まあ、なんか映画うまいっていうの初めて人にそうやって言われたからやけど、漫画家にじでもなってやるとかはなかった、ね、もうなんかそこやと思う。俺はもう弟子入りして花月の舞台に立つんやって小学校の時から思ってた。それずっと思ってた。花月見に行って、うちがそうやって見に行かせてもらえる環境やったからね。そうか、そうそう。だからでもそれでよかったよ、うん、どっちにしろやっちも人を喜ばす仕事を今 してるわけやもん。そうやな、うん、せやねせやね。だから今まあもうお時間もあれなんであれなんですけど、うん、振り返ってみたら中学の3年間めっちゃしんどかったけど、しんどかったけどなかったらあかん。うそやろ、今のその自分がおって、うんうん、かわいそうな自分がおるわけや、うん、無視されたり、そうそう、無視される、怖い、勉強できへん、プレッシャーとかあったけど、あれがなかったら絶対あかんっていう、今のこの高本やそうそうそう、もう絶対あかん。だからなんかよく会社でもそのタイムマシンネタあるけど、過去に戻って直す必要はない、うん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 、あれがあったからって言って、あのおかげでにつながってるのは。だってここでさ、ムカつくやついっぱいおるけどさ、あの時俺に恐怖を与えてきた東中川の連中、うん、さめっちゃおるけど、このクラス最悪やな、ほらとかおるやんラグビー部の副キャプテン、うわこれ最悪やん、これおるやん、ここ4組4組やろ4組、うん、でこの人らが今ええ人らなってんのよ。そうやね。で思った時にむちゃむちゃやっちんのファンやからな今。あのそうやんな、一番のファンやらね、一番やっちんは嫌いや嫌いや言うてた人らが今やっちんをすごく応援してるからな。そうだからまあ当時のことはもうどうでもええことないけど、何もありがとうなやな、エースパイスな。そうやんな、うん、この子ら全員にありがとうやもんな。甲府なんかめっちゃええやつやしな、うん、お祭りの時になったら集金来るしなあれであいつ晩飲んでんちゃうかな、ちょうちんに横文字で逃げたって少々、うん、いやでも僕がまあ最後ちょっとこう一言思ったのは、うんうん、高本康夫とここまでがっちり話、お酒もなくて話することもないし、多分その電話ではよく喋るけど、うん、ここまで中学のことをやっちに触るなっていう部分がどうしてもあるのは知ってたのよ、うん、誰と付き合ってた話も西村のことも、うん、そこまで聞かへんし、うん、大変ちょっとルールあるやんかっていう、お前のガサツさいらんぞっていうのがやっちにちょっとこうパッて顔赤くなって出すから怖いのよちゃうねんちゃうねん、どこまで言っていいかか悩むやけど、確かにでもあんまり言ったことないな。そうやっちに絶対触ってほしくない部分を今回言ったから、うん、そのなんていうの、その分言葉厳しい言葉とか俺らこんなんも全部さらけ出してるかも分からへんけど、ストレートな言葉を今日やっちに言ったなと思う、まあ、普通に僕でもこれ自分の子供ももし、まあ、まあ見るわけじゃないですか、見ていく時に、うん、俺めちゃめちゃいい教材やなとは思うで、うん、まあ、楽しみ。また次の収録は、うん、あれやね、
社会行こうか、専門学校時代行こうか。そうやね、これちょっと高本さんからね、社長からいただいたこの修行編っていうのがあって、うん、19歳から22歳まで、うん、まあ高校卒業してから弟子入りして、その後、修行靴の僕もだからちょうど修師匠に住み込みで東京行って、ほんまや、だからあの今日な用意平らしてくれててさ、うん、いろいろ事件があって、これ俺が用意しといて、うん、ちゃんとこうね、またちょっとこの資料置きながら、また2回目の振り返り使いたいんだけど、ね、体現と俺の時系列いつか作りたいな。基本的にでもここまで一緒にしてる、だからラグビー卒業してから、うん、デッチ暴行じゃないけど弟子入りしに行く、東京に行くっていう一緒なんですよ。1994年僕は4月から弟子入り、そうやんな、全く東京で東京一緒やんな、一緒に僕はボストンバッグ1個持って、ああそうや、だから ここで高本康夫、こっち高本康夫でな、グッドデザイン賞受賞で、ポンチ清志、ここでなんか50分にわたって格闘するとかな週刊文春俺も全然言ってない文春オンラインのやつで横ばいじゃん2005年 NHK 上方漫才コンテスト取りましたよえなんそれな、そうですよ、ノンスタイルとか南海キャンディーズとかあの辺全部押さえて、それもちょっとやろうかね、そんなまあ踏まえてですけど、まあとりあえず今回まあ高本ね、安をリゲッタの代表ですけれども、こういった形で初めての取り組みやと思うので、はい、経営者の方がこうやって目線をね、うん、下げながらいろいろ掘り起こしていくの、修行編とか、いろいろこうやっていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。リゲッタ放送局、チャンネル登録してね。いいねと評価もお願いします。この世の中、暗い方から明るい方へとゆっくりゆっくりで円で歩いていきましょう。逃げた野草からのメッセージ、歌はマスタービー、一人で歩こう。